皆様明けましておめでとうございます。いや、1日遅れの元旦のご挨拶となってしまいましたが、今回それには理由がございましてね、今回私どうしてもこのお正月やりたかった企画が一つあります。それがですね、このゲームソフト福袋なんですね。これ1500円でスーパーファミコンのソフトが20本入ってるらしくてね。いや、プレステ2のやつもあってんけど、まあ、私自身がプレステ2全然知らんっていうのもあって、スーファミやったらやってたんでね、多少わかるかなと思いましてこれ買ってきました。ちなみに相場で言いますと、例えばマリオのゲームであれば2000円を超えるものがねすごい多かったんですよ。だから今でもスーパーファミコンで高いんやなって思ったりしてますね。では早速開けていきましょうか。ほんで Amazon で中古の値段とか調べて損してるか得してるか見ていきましょう。 OK、 開きましたよ。どんな感じに入ってんねやろ。あ、せや忘れとった。せや、こういうの置いた方がいいんやろ。 YouTuber ってな、こういうの置くんやろ置いていく の、よろしくな。お、よし。あ、もう結構直で入ってるね。ちょっと目が見えへん、あ、目が見えへんままでええか、見えへんままでええわ、調べるときだけやろう。さあ、じゃあ1本目いきます。ドン。どうです、映ってんのかな。あ、スーパーマリオ RPG、 これ高いんちゃう。めっちゃ汚れてるけど見て、めっちゃ汚れてる、びっくりするぐらい汚れてるわ。まあ、これが1本目ということで、これはでかいよ。ちょっと調べていこうか。さあ、こちらスーパーマリオ RPG、 Amazon で申しますと1996年に出たゲームで、中古で377円という結果になりました。意外と高そうにね見えるんですけどね、そこまで高くないマリオシリーズと。じゃあこれは目玉じゃないっていうことでいいのかな。じゃあ次参りましょうか。2本目のソフトはこちらです。ドンドン。なんです、これは。半熟ヒーロー、半熟の卵がヒーローになっちゃった。もうこれ卵が、見てこれ卵が書いてありますね。これじゃあ早速調べていきましょう。どんなゲームかすら想像つかへんね。ちょっと待って、みんなこれいくらやと思う。このソフトやばいで、見た目より。こちら Amazon での中古価格が3980円という結果になっております。さあ、もう目玉が出てしまったということで、こっから出るもんがどんだけすごいかによるよね。じゃあ次いきます。あ、ちょっとバキって言った。ドドドン。はい、どう、何、リアクション取りづらいの。絶対あかんやん。海釣り名人、海釣り名人出ました。確実にダメなオーラがプンプンするわけですが、あ、びっくりした。こちら新品が4000円なんぼで、中古で約770円ってありましたね。他新品やったら2000円とかでもあるんで、ちょっとびっくりした。4000円のもん、これ4000円思ったよね、びっくりするわ。まあ、これは770円ということでね、次行きましょう。このペースでやっていったらどんだけ時間かかるんやろな。はい、次これ、はい、ドーンドーン。何ですか、タウンザワールドというゲーム来ました。もうどれがタイトルかわからんかったよね。タウンザワールド、はい、こちらのゲーム中古で1円です。はい、1円ありがとうございました。はいはい、お次のゲームはこちら。ドン、逆ドン。どう、これは何ん、マッスルボマーというゲームみたいです。急にクソゲーの連発な気がするんやけど、はい、こちら中古で1品だけ出てました。4800円ですね。誰がこれを4800円で買うんでしょうかね。はい、じゃあ次行きましょう。お次のソフトはこちら、ドゥルルドン。うん、今のはダメそうだ。はい、ワールド実況、ワールドサッカー、これはなんか聞いたことあるよ、なんか聞いたことあるよ。うん、はい、中古1円です。はい、新品が8000円するんやけど、そんな高かったんかな昔のソフトってね。よし、次のソフトドン。これはなんだ、おい、んまたサッカーや、あかん。なんか福袋ってさ、ウイングイレブンっていうの、あれ11個ぐらいずらー入ってるやつと似てない。これ何、 J リーグエキサイトステージ95。うん、ウイングイレブンの95年版ってことかな。うん、はい、こちら1円です。これなんかマルチプレイヤー5対応って書いてんねんけどさ、スーファミって2人までしかできんと思うねんけど、どうやってやんねんやろな。はい、次ドーン。なんですか、スーパーリ、またサッカー出た。サッカーしか出や、あと全部サッカー、これもしかしてやばいぞ。それは
はい、こちら中古1円です。これ武田さんってね、今テレビでよく出る人じゃない？これ見えるね、これの見たことあるよ、この人若いね。はい、次ドン。何ですか？はい、パロ野球ニュース実名版。パロ野球ってことはパロディってことかな。はい、1円です。はい、ドーン。何ですか？またこれスポーツですか？スーパーパワーリーガー。スーパーパワーリーガーですね。やっぱスポーツ系って安いよな、どうしても。なんでなんやろうな。はい、もう出てきすら来ませんでした。アマゾンで。アマゾンで出てきすらしませんでした。はい、次、ドーン。何ですか？皆さん何ですか？これ教えてください。うん。うわ、色。色どうなってんねん、これお前。なんでここだけ白いねん。どう使ったそうなんねん、それ。カセットこう入れてたんか？次、熱帯地獄バーニングプロレス。またスポーツが来ました。1円。はい、次ドーン。これは何？あ、またこれスポーツや。これあかんやつや。 NBA オールスターチャレンジ。みんなそろそろ飽きてきてない？マリオとかこうへんから。はい、1円。はい、ドーン。うん、あ、出た。マルチプレイバレーボールや。今度バレーボール出た。1円。いや、次予想しようか。次、マルチプレイバドミントンとか出てくるんちゃう？どうかな。マルチプレイバドミントン。はい、どう？うん、あ、レースゲームや。あ、いいやん。スーパー F1 サーカスリミテッド。これはちょっといいね。10円ぐらいいくんじゃないかな。ついに出ました。1円からの脱却。やんと472円。やっと出た472円。ついに3桁よ。いや、これはすごいタイトルや。ビッグタイトルやな。よし、次いくよ。スポーツには戻るなよ。スポーツには戻るな。あー、まあまあまあ、スポーツではないかな。ウィングポスト競馬シミュレーションゲーム。1円。上の服脱いでから取ろう思てん。忘れとって、ずっと着とったよな。何してんねやろな。よし、次ドーン。ドーン。お、え、また競走馬シミュレーションゲームって書いてあるねんけど。絶対1円やんこれ。読めへん。ちょ、ダービースタリオン2。ダービースタリオン2です。はい、出てきませんでした。残念。さあ、残すところあと4本となりましたよ。もうビッグタイトルは来ないのか、どうなのか。うん。必殺パチンコ4コレクション。多分この時はパチンコがなんかすごかったのかな。うん、もう何が必殺なんかわからへんもんな。イカ様が必殺なんかな。あ、お、あ、あ、すごい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 。こちら340円でした。わ、ここに来てまさかの1円じゃない。やっぱギャンブルは強いんかな。よし、次のソフト入れよう。うん、どうだ。お、何これ。パーラーミニパチンコ実機シミュレーションゲーム。またパチンコ来ました。これ多分またいいんじゃない、値段。え、え、ちょっと待って。これもしかして、これこの中で一番の目玉かもしれへん。なんとこちら中古で1840円。でこれ1件だけじゃないのよ、出してるところが。1件だけやったらさ、ただちょっと欲張ってる人がね、こっち4000円とか出したりするけど、4件あって競り合ってる中での1840円。だってあれやで、1840、1850、2000、3000の順番やねん。え、そんな神ゲーなんこれ。どんだけパチンコしたいのみんな。おしゃ、目玉が出てきたところで次も目玉くるかな。ドン。どうだ。ダイナマイトザラスベガス。いや、これいいんじゃない。ダイナマイトザラスベガス、うん、高そうな気するよ。1円。さあ、残すところラストとなってしまいました。いや、早いね。もうすでにだいぶ元はね、取ってる気はするんやけど、ラスト何が来るかな。マリオ系とかなんかみんな知ってるようなもの来ないかな。どうだ。どう、あ、ストリートファイター2。高一って書いてある。高一くんのストリートファイター2。うわ、これまさかの。絶対高いやんこれ。ごめん、100円やった。まさかの100円やった。
え、そんな安いの高一くん。めっちゃ高い、2000円ぐらいすると思ってんけどな。さあ、ということでお正月スペシャルいかがだったでしょうか。よろしければね、今年1年も皆様よろしくお願いいたします。今年のチャンネル目標は変わらず5万人とさせていただきますので、よろしければね、達成まで見てくださると、すごく嬉しいです。それでは最後にね、当たったものを一覧ブワッと見せたいと思います。はい、こんなものが当たりました。いかがでしょうか。釣り名人とかが高かったんかな、あんまり覚えてないけど。さあ、ラストで私がいくら分買ったのか集計を出したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。